まあ、オンコートではもう本当に一緒にまあ4番5番でプレーさせてもらって、本当にいろんなまあことを学んだし、パスもうまいしシュートもうまかったんで、すごい全部うまかったんで、本当に一緒にプレーしてて本当にバスケットすごい楽しかったです。まあ、本当にそのディフェンスを見ながらプレーするってところが本当に上手な選手だったんで、やっぱそういうところもいろんなアドバイスを受けながら、本当にニック選手のおかげで、まあ、自分自身もこうやってバスケットまだできてるっていうところもあるんで、本当に感謝してます。リリースされた時は本当に自分も知らなかったんで本当にびっくりしてて、まあ、ニック選手すごい B リーグでももう毎年毎年すごい活躍してるんで、本当にこのタイミングでリリースが出た瞬間にはびっくりしました。あんまり覚えてないですけど、あ、でも中には少なからずあったんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、こうやって移籍しても試合前にこうやって話しかけてくれたりとかしてくれて本当に嬉しいですし、本当にありがたいなというふうに思います。本当にそのニックのラストシーズンということで、まあ、自分自身も本当に対戦相手として本当にいい試合をして、お互いいい試合をしていきたいなというふうに思います。そうですね、本当にアグレッシブにやっていって、自分のいいところっていうところを、川崎さんに見せていければいいなと思います。ニックさん、ご無沙汰しております。お元気でしょうか。今週末試合ありますけど、お互い、いい試合をして、またいろいろゆっくり喋りたいなっていうふうに思います。今シーズンラストシーズンになると思いますけど、悔いなくプレーしてほしいなっていうふうに思います。僕自身も頑張りますので、また今週末よろしくお願いします。